はい、ドラゴンクエスト11実況プレイのパート12やっていきたいと思います。ホムラの里というところで、謎の魔女っ子ベロニカと出会いました。彼女はどうやら、はぐれてしまった妹を探しているらしくてですね、どうやらその情報で言えば、西の方にある魔物のアジトに、その姉を探しに行ったんじゃないかという情報を入手しまして、これから一緒に、助け出しに行きたいと。さてですね、ちょっとクエストでですね、鉄鉱石集めなきゃいけないんで、ちょっと一緒にそれもやってしまいたいなと思っております。結構石取れたけど、もうちょっと欲しいね。他にもう一箇所採掘ポイントがあったはずなので、そこで入手しましょう。レベルもね、できればちょっとボス戦前に2個くらい上げときたいなと思ってます。やるぞ。よろしく。殴る。そら。一丁上がり。三ダメージで一丁上がりとか言われてもね。これで登録できたろうか。こぎ無理した場所だからな。一応ここを攻略すれば、あと製品版にねシフトしていくことになると思うんですけどもね、やっと製品版触れるぜ。よし、十分な数得られましたね。帰るの大変だな。よかった、訪れた場所を祈った場所で登録されてて、無駄にキメラの操作だけ旧式の仕様になってんだもんね。せーの、剣のレシピ。そしたら12個か、結構あるな。
これだな。あ、だから強い。ピンポイント。結構いいんじゃない？プラス2でしょ？うん、よきよき。なんか重苦しい図になるね。さあでは気を取り直してダンジョンを越えていきましょう。喧嘩を振っていこう。痛い。おっと。神様処理できっかな。やべえな。あぶねえ。あいつのバギーが結構痛かった。数が多いな。はい。いた。さあ、ほら。
片っ端削りしていこう。よくできました。うん、よっしゃ。はいはい、やっと特技習得だ。 MP それだけだけど、これね MP8 で結構食っちゃうんだけど、 OKOK。まあこんな感じでこっち側行きましょう。カミューは7ポイントか。行くぜ。ブーメランで会心の刺激とかもう別に今までで考えたらありえないからね。倒していくだけで経験値1000ポイントも得られるだろうか。一昨日来やがれ。4体やって80だもんな。間違えた。経験値の今のところに泥人形ね。ちょっとつまんねえかもしれないですけど、初見じゃないので罠には引っかかりません。むしろ宝箱回収のために自ら落ちていく。
ないか。てやそら。あの時スラムダ最強の魔法使いとかって言ってたけどもね、魔法一切使わねえから。必要に応じて小瓶とかでサポートしてくれるか。じゃねえよ。ねえから安心しろ。バギ連発とかされなければなんとなるわ。こっちじゃない。危ねえ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 。地図よく見て俺。入りてえな。本当であれば、まあ多分レベル上げてるうちに解けるだろうな。
今まだどう頑張ってもね、どう工夫してもゾーンなんかできないからね。行くぜ。そら。やるじゃねえか。てや。ライダー、これは経験上手だね。あのさ、なんすか。よ、違うの違うの、こっち。後ろからついてくる人、なんか今までドラクエっぽくていいけどさ、話しかけちゃうね。助かったぜ。そら。やるぞ。ベロニカ毒消しそうとか持てない？はい。どっちかよ。一応あったけど心もとないな。考えたらあれか、腐った死体は効率悪いから避けるか。7だとあとちょっとだな。待って、それ拾わして。
んならいいや。いくらでもしてくれ。よし。終わったな。よしよし。うん、もうそろそろレベル上がる。よっしゃ。足りないよね。うん。アミもこれリリミット覚えたってだってさ、別に MP 消費ゼロだから誰使ったでしょうね。ぬすっとのグローブ。神のためにあると言ってもいいこの。アイテムね。ドーラキ一体でも倒せば十分なんだけど、やる気満々だなあいつ。お前は無視できん。大使の根は一体何のためにあったのかっていうね。ここまでガン無視してきてっちゃいましょう。シルバートレイ。へえ、こんなところに泉があるなんてな。長くなっちゃいますけど、ボス戦までやっちゃいましょうかね。次回から製品版にしたいから。セーニャ、セーニャったら、ちょっとしっかりしてよ。ん、セーニャ、こいつがお前の妹だって。どんな時もずっと一緒だって約束したじゃない。ねえ、
私人を探していて、疲れて泉のそばで休んでいたらそのまま眠ってしまったようですわ。お姉様、なんというおいだわしい姿に。あんた、私がわかるの？何年もお姉様の妹をしてますもの。ちょっとお姿が変わったくらいで間違えたりしませんわ。もう紛らわしい倒れ方しないでよ。私、てっきりあんたが。なあ、お取り込み中のところ悪いが、セーニャってのはお前の妹なんだろ？一体どういうことだ？実は私とこの子は双子なの。こんな見た目になっちゃったのは、深い訳があるのよ。私をさらった魔物はね、ここをアジトにして、たくさんの人をさらっては、魔力を吸い取って集めていたの。魔力を吸い尽くされないようにこらえていたら、どんどん年齢の方も吸い取られたみたい。それで今はこんな格好ってわけ。つまり、こう見えて私は、れっきとした年頃のお姉さんなの！これからは子供扱いしないでよね。それは分かったけどさ、お前体がそんな状態じゃこの先やっていけないんじゃないか？ええ、そうよ。だからあんたたちにはあの魔物から魔力を取り戻すまで付き合ってもらうわ。私からもお願いいたします。回復呪文で皆様のお手伝いをしますわ。さあ行きましょう。